どうもこんばんは。こんばんは。どうも中掛でございます、ね、久しぶりの、はい、生配信。生配信ってなんか前回は8月あ、夏かに、なんかあのポテサラ作って以来の。作ってへんやん。いや俺はな作ったみたいに何もしてへんがな作った回やな、俺の言い方としたらね、そう剛くんが作ったのが最後の生配信。そうですね。ね、ほんまに、なんでこんな声張ってもたんやろ今。これ、ね、ぬめとたたんといてびっくりするから1番からね何を急にじゃあ聞けて、1番から7番まであるけどね、うん、というか好きなやつ選んでよ。え、何それ。誕生日、もう四十九になるやろ。四十九、49ね。49になるでしょそう、確かに。どういうか好き、1番からさ。あ、僕はね、数字ひらめいたんで、はい、何番やっていうのを言ってくれたら、それ取りに、取るから取りに行くって。まあ僕はあの、まあ、今月1月で、1月生まれなんで、うん、1月生まれなんで6番うっ6番か、はい、いった6番言うとこれやな。うわ、何やろこれ、真っ黒の。うわ、なにこれ。え、安田のスパイク入ってるのかな。入ってるか懐かしいナイキのバッタモンみたいな模様。安田のスパイク、ラグビーやってる人は分かると思いますけど、これで。え、なにこれ、なんやろうな。え、なんなんこれ。あれ、アイコス。え、これな、なんなん、これはどういうことな。俺誕生日やから。誕生日やからこれ 7つ用意したの。当たりや。当たりです。当たりや。あ、これは、あ、もうこんなんもうミントすぐもうポイってするやつ。あ、もう持ってるからな。アイコス。あら。え、これいただけんの。あって損はせんへんやろ。そのアイコスは。全然損せん。全然損せん。ね。え、いただけん。いただけるよ。え、本当に。みんな用意してくれた。あ、まあ、ありがとうございます。これは。うん、その人いっぱいおるみたいな例やめて。ありがとうございます。さん、いや、さんに。3人しかおれへんから、はい、いつものメンバー3人。もうそれね。え、もうそれやで。それもう最初にちゃんと説明して言うてよ。自分が1番言うて、な、え、何番言うた。6番言うたから。もう最初6番言うて一応用意したよ。これ見せてもええもんね。あ、それまあちょっと見せてもらえる。一応用意してた。何や、それちゃんと説明してよ。それともうちょっと真剣にあの念を込めて番号言おうかな。念なんか込めんでええねや、ミスター正弘さんみたいに。1番は何やこれ。あ、1番はフィナンシェやって。ああ、なるほど。フィナンシェ好きやん。好きなん知ってんの。じゃあみんな。あ、そう、フィナンシェ好きですよ、うん、フィナンシェ。あ、これね。で2番。いや、そんな次々射的やる。射的。いや、やれへんの。射的のような感じやけどね、棚が。いや違う、2番がね。いや、フィナンシェはこれだから、これはもらわれへんわけでしょ。だからもらわれへんよ、見るだけや。うわ、何やろこれ。ほーら、こんな。カオ。あ、これ6、7通りも用意してくれた。そやで、みんな、こんなご時世にみんな。すいません、もうしてくれるわ、ほんまに。感謝やで、感謝。もう感謝よ。やめなさい、これ。なんかにそれちょっと開けて。感化された人みたいな。3番。何これ。あ、チョコレート。あ、チョコレートや。あ、チョコレートね。ええやんか、コーヒーと。あ、2つあるわ、ほんまや。よかったやん。え、こんなんわざわざ。せやで、このこんなご時世に3番。たかが四十九のおっさんにこんなまでしてもうて。3番がお菓子ばっかじゃん。これね。これ、うわ、開けにくいやつや。ビニールガチガチの。ここね。クッキー、うん、クッキーです。クッキーです。ボックスベリーズ。当たりやったんちゃう、ほんまに。ほんまにそうかな。いや、ちょっと待ってこれ。4番。こんな。それあかんねんで、持って帰るみたいにして置いてるけど。あかんねんな。あかんねん。いやちゃうやん。だからあの気持ちが嬉しいなと思って。4番はこれ。気持ちが。またおかしいな。これ開けん方がいいんちゃうの。開けていい。あ、開けていいの。なんか人のお葬式行ったらこんなんでタオル入ってる。これぐらいの。タオルちゃうか。いやでもなんかヨーロッパの方の馬のマークのタオルちゃう。ちょっと待って、これもお菓子ちゃうか。こんな、これもお菓子や。あ、ティーパックや。あ、ティーパックええやんか。紅茶や。これは何枚だこれ。ようさんいただいてちゃうの。これいただかれ。ここに書いた。うわ、ずっしりこれ。うわ、うわ、
うわー、これ欲しいな、俺欲しいなって言うて欲しいなって言わんといて。あ、漬物もう、うわー、そう、漬物ええやんか、欲しいなー言うて。寒い時に美味しいやん。うわ、すごいな、ポリ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 。うわー、うまそう。高菜とか千枚漬け、それええわ。あの、何やこれ、何やったっけな、あ、しば漬け、うわー、こういうの、ないない、これお、ほんまにでも当たりやったんちゃうかな俺の中ではね。アイコスはこれ最後、はい、最後 何やろか、まあ、わざわざ用意して、うん、ありがとう話や。ああ、ほんまにこんな普通やつあれへんで、こんなもう芸人じゃなかったら。これすごい。え、何これ。うん。なんかせっかくこんな放送、誕生日用に放送したんね、ちゃんと。母言ってるやんか。何やろそれ。うわ、何やそれ。うん、何やこれ。ゴルフボールちゃうか。俺ゴルフせえへん。ゴルフせえへんよ。うわ、何これ、何やそれ。あ、うわ万年筆。あ、万年、うわ、万年筆。あ、ボールペンか、ボールペン。あ、ボールペンやん。久々に見たわ、ボールペン。こんなし売ってんの。あ、そうなん、ネクタイピンかな思った。いや、ボールペンです。あ、ボールペンもええやんか。いや、でももういきなりこれアイコス。これはもう、あの、いろいろ用意していただいて申し訳ないですけど、これはもう、あ、僕の中ではもう当たったね、これ。ね、49歳。49歳、ありがとうございます。よかった。それはこんな普通の49歳やったらこんな、いや、無用意してもらえへんし、もらえへんよ、そんな。ありがたいな、まあね、芸人って嘘でもやっときゃ、もうほんまにありがたいですよ。ありがたい話や。芸人なんかな。で、結局アイコスということで、はい、これを、あの、私が。よかったやん、当たったやん。当たった、これ。いや、これほんまに当たったわ、嬉しい。もっと若手みたいに喜んでくれる？もっとみんなせっかく用意してくれたのに。いや、分かれんかった。うわーとか。いや、あまりの急なことで、うん、いや、実はね、こう誕生日やということでここにプレゼント用意してるって説明もなかったやんか。したやん、俺説明したやんか。いや、なんかどれか選んでよって。いや、ぬめっと立って、なんかサプライズ感もなしに。いや、気になるやん、ずっとここ置いてたら。置いたら、じゃあ俺も一応、ほら、こういう世界でやってるから。ほんならなるやん、後ろ何って。何ってなるけど。なるから、もうさっきさっとやっといた方がええやんか。いや、一応な、その、黙っとくやんか、それまでは。49か。49歳です。もう50と49で。50と49やって、もう師匠やで。昔やったらね。昔やったらもう。昔やったらもう。弟子7、8人おったよ、多分。お前で、うん、どうすんねん、ほんで、もう、こ、あの、こっからもう傷んでいくだけやから。そうね。いや、この間もチラッと言うてたやんか、出番の時に。あの、え、こんなんずっとやっていくんか、言って漫才中にボソッと言うてやっていかなあかん、しゃあない、もう、あと20年ぐらい。20年、70やで。もう今からもうバイトできへんからな。できへん。まあ、あともうウーバーイーツぐらいやったらできるけど。あとそれかもうメガビックは12億円当てるしね。当たれへん、あれ当たったもん。あ、当選者出たやな。当選者出た。いや、でももう一回やるやろ、あんなんて。あとなんか買うのしゃあないよね、その一攫千金を狙うのか、もうウーバーイーツやるのか。またウーバーイーツがね、また忙しくなるやろね、こういう時期入ったから、ね、もうほんまにみんなもう飽き飽きやね、この緊急事態宣言は。ん、え、何の子や。大丈夫やね、大丈夫。緊急事態宣言も、いや、ほんと、もう飽き飽き、もう疲れました、もう本当に。こんなに多分今田さんもずっと、もうええわ言ったよ。そう、もう水炊きしか食べてないって今田さん。ええ、2週間水炊きで、そのうち1日だけなんか、あの、何やったっけ、筋肉飯を食べた。筋肉弁当か。筋肉弁当でも誰もご飯食べに行かない、もう今行かれへんしね。行かれへん。やっとこさ行けた言うたら、もうなんか NSC 出たての後輩と行って、うん、全く喋れ、いや、そりゃ喋られへんねん、そりゃ。そうだよな、天下の今田耕司さんやからな。難しいけど、けでもまあ。マイクの線、2秒だけ。マイクの線、俺。今聞こえてないの、ほんなら。ごめんごめん、矢継ぎ早に聞いて。ちょっと線が。うん、あ、大丈夫やね。
はい、もうマスク乗せなあかんし、もうほんまにめんどくさいわ。まあ、みんな飽き飽きしてると思うわ。それはもう俺だけではないと思うけどね、ほんまに。あのなんかね、いろいろありがたいな、うん、こんなサザエさんやってんのに6時半から、ね、サザエさんね、やってんのに、バンキシャもやってる時間に、ね、何やろう、こんな見てくれてる人おるんやね。いや、いてる、いてますわ。もうあれが見えへんから、全然見えへんよ、今こっから。いろいろね、あの何でもたわいもないご質問でも何でも意見でも結構なんで、送っていただければありがたいんですけど、ね、なんかないですか、いろいろね、聞きたいことね。何にもないか、別にな。まあ、そうね、どうやろ、こんなまさかいただける思いがあったんで、ありがたいですね、ほんまに。嬉しいです。え、うせやん、ボールペンまでも。うそ、お前を、お前大体字書かへんやん。あ、まあ書かへん。いや、だからこれが当たりやった。よかったやん、それで。え、ボールペンが当たりやったの。ボールペンこれ。いや、分かりづらいわ分かりづらいわ。めっちゃええボールペン。ええボールペンやね、ほんなら。いやらしいけど、いくらぐらい。ゲーセン、ゲ、え、ゲーマン、ゲーセン、うわ、え、ほんまや。何がもう何にもせんでも中があって書きよる。そんなわけないよ、言うてた、うちのおとんがA ボールペンで書くときよう言うてた、うちのおとん。それすげえ、ほら、もう勝手すらすら、何もせんでもお前書いとるわ言うて、何にもせんでもほら、もう住所書いてるもん。危ない危ない、手動いてるやんか。森口市梶町言うたらあかんの、それ以上一丁目聖地巡礼やないから、あの行ったことある人とかおるみたいね、俺の実家。あ、あるよ、あの何人かピンポンダッシュしてる言ってたもん聞こえてくるって、中川家の家ここらしいぞみたいな。そうね、うん、自転車のブレーキの音と一緒にイーンって言って、ここやぞみたいな、うそやん、ここかみたいな、聞こえてくるって。でももう最初は、なんやって、で親父も出て行ってたけど、はいはい、もう最近全然、あのほら、インターホンで見れるやん、あ、顔ね、うん、家にモニターついてる、はいはい、うん、でももうそれでピーってやって見てるらしい全然もう慣れっこになって、別にな、あんなとこ別に入ってどうこうすることもないし、うん、別にピンポン押しても出てけへんからね、うちの家は。そう、全然出てけへん、知り合いしか出ていかへんからね。俺らでも出てけへん時あったもんね。あるあるあるほんまに、あれなんや、お前やったんか言うて、モニター見てもない時あるから。全然気にしてないから大丈夫ですよ。第12回目中に生配信さ、もう俺誕生、ちょっと俺誕生日や、俺49になったって言って電話してくれる、長谷メイナさん実家に電話して、電話ほんでもう自分で取りに行って49になったんやからもう自分で取って、いや49にもなったら、それいくつか関係ないやそれえ、なんかもうこの放送に流されんようなこと言いそうで怖いね、毎回毎回ビクビクする、ね、生放送やからな、怖いね。ほんでそれでいつも電話すんのをためらうね。まあまあ確かにそうよ。そうか、この間電話、正月前ぐらいに電話したぐらいかな、うん、あ、うーん、怖いのよね。怖いな、もうちょっとこの時間出えへんで、日曜日のなんかやばい雰囲気やったらピッて切れば大丈夫やし、聞こえてるのかな、これな、聞こえてる、これ電話、日曜日、あ、もしもし、はい、あ、レイジです。ああ、ごめんごめん、いや、今度19日で俺もう49になるから、ちょっと電話してみようかな思って49歳、49やぞ俺、ああ、もう剛なんか50歳やろな。ああ、50越したんちゃうんか。いや、越してない、50やから1個しか違えへん。2個違うやん。2個じゃないよ、学年1個やんか。学年はな、うん、そうそう、うんうん、あれ、どうやった、小中来た、なんと、ちょっと電話が遠いな。なんでよ、小中来たかって。なんて、小中、お、ありがとう、ありがとう、お、あれ、いつも飲んで、飲んでるよ、お母さん飲んでるわ、50度な、50度
あれ50度もあったんか。いや50度ない、20。あ、20かい。どういうことや、50。20度、あれいつも飲んでるようなやつやろ、お父さんが。うん、ちょっと緩いな。緩い。うん、20度はな。え、いつも何度ぐらいの飲んでんの。25。あ、それは変わることぐらいで。いや、25も入っとったわ。あ、そう。あ、うん、入ってた。あ、ほんで、うんうん、あの写真も入れといたやろ、子供の。おう、盛るた盛るた。ちょっとお母さんに変わるわ。どのタイミングで変わるの。今これから言うときに。あ、もしもし。でちゃん。あ、おかん。あ、元気したん。元気してる。俺もう49やわ。なあ。ああ。19日やもんな。そう、19日よ。そう、そうそう。なんか欲しいもある？え？言っといた方がいいわ。なんかくれんの？うん。何？ええよ、もうあの任すよ、そんな。なんかくれんのやったら。なんかネクタイでもいい？ネクタイ？あ、ええよ、一回。あ、ほんならいいよ、全然ネクタイで。車がいい。うんうん。車とかあかんの？え？車。なんかそれ。そらそやな。お前。いや、受けてるわ。意外すぎて受けたわ。ほら、あのネクタイな、それもろたら一回それつけて漫才やるわ。うん、うん、ね、うん、ほんであのあれ写真ほら焼酎と一緒に。うんうん、まあ、うん、あのな、どうやった写真。いや、かわいいわ。かわいいな。でも今見たんかいな。原のおばさんとこ持って行ったんやで。原さんとこ。うん、原のおばちゃん、あんたに置いてくれたんねやんか。うん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 。多分いろんなもらって。はいはい。うん、あ、そう。で、写真見たい言ってたから持って行ったの、この間。はぁ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 。うんうん。お母さんのパーマ屋さん行ったし。あ、え、パーマって姫ちゃんやろ。うん、行ってきたんや。あ、はぁはぁ。原さんに、お父さん原さんに寄ったから原さんに寄って。あ、はぁはぁ。で、おばちゃんに見して。あ、はぁ。うんうん。あ、そうね、写真な。うん、あの、あんたとあの直樹くんが写ってるやつ。ああ、はあ、はあ、うん、で、奈々ちゃんのとな。いや、まあかんわ、もううろ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 して、もう1歳4ヶ月か。うん、怪我させたらあかんで、一番危ない時やからな。いや、もう今日も歩かしたんやけど、もうわけやかん、火山のとこ入っていって、もう飛び込んでいきよって、火山のとこに。もう、あの、あれあかんかん、もう危ない危ない。で、せやけど歩かさなあかんやろ、せやけど、そんなずっともうこういう状態やけど、もう、うんうん、あの 人おらんのをこう見てやね。ほんでこう外ちょっと散歩連れてって。お母さんいくつになった。かわいそうやな、でもな。うん、いや、まあな、いや、そうそう。お母さんいくつや。お母さんいくつになったん。お母さん57。なんでやねん。え、なんでやねん、なんでやねん。強しと7歳しか変われへんやろ。俺と8つしか変われへんやろ。いや、はははやないねんて。75。え、お父さんもな。お父さん80。うわ、うん、大丈夫お父さん。歯大丈夫お父さん。お母さん、うん、75。あ、75か。え、お父さん、歯お親父は歯大丈夫な。お父さんいれば。あ、いればな。相変わらず家ではつけてんの。そうそう、つけてる。外は？え？外行くときは？いや、ずっとさかいればやんか。あ、そっか。あ、まあそうなんや。うん、朝起きてつけたらずっとそれつけてる。あ、そう、つけたらずっとつけてる。え、これ車どう、調子は。車あれやで、結構あれ、うん、うん、高齢者のあれで、この間15日の日に行ってきて。あ、はんはん。で、嫌うほど喧嘩して帰ってきてんね。誰と。うん、教習所の人と。なんで喧嘩するの。あ、もう返納せなあかんのちゃう。免許返納とかそんな言われたから。違う、なんか車に乗ってな、うん、あのあれあんねんて、ほんで後ろからカメラ撮られてな、うん、うん、で、あっち見てない、こっち見てないよ。もうすぐ喧嘩したらしい。講習な。あ、高齢者講習か。だからお母さんに子供がおるんやから、あんまそんな戦闘行ってって言ってないけどな。あれ、テストは受かったわ。すごい、もうすごいで。で、淀川行って、先祖先生やろ、このおっちゃんに言って帰ってきはってんや。あ、うん、ん、うん、淀川行ってなんて。淀川ずっと行ってはんねん、毎日雨が降らん限りな。ああ、晴れやったら、うん、ほんで今日行って、うん、うん、自転車でな。ああ、自転車、うん、自転車乗って、え、自転車乗ってんの、膝悪いのに。乗って行くんやで。あ、そう、うん、焦げる。お父さんも結構足が悪いからな、今。そうやな、うん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 、でも元気。あ、そう、う
元気やね。うん、それよかった。うん、こっちも達者やし、お互いに。ああ、そう。うん、ええー、こっちゃん、最近何見てんの？なんかテレビなんか見てんのあんの最近。テレビは韓国ドラマ。ああ、そう。そう、で子供、あんたらのあれをもう見るのが楽しみなだけ。ああ、そう。親父も見てんの韓国ドラマ。見てる見てる。なんか言うてんじゃん、見ながら。ねえ、あれ、なんやかんや言うてんだよ、こっちもちょこちょこ。ああ、そう。CM も。お母さん、月水がリハビリやんか。うん、うん、うん。先生にたまにな、リハビリの先生にこうやあや言うたわけで。こうやあや言うて。いやいや、血圧がこうやあや話みたいな、はいはい、こうやあや、うん、用意してくれてはるから、まあまあな、ありがたいな思って。あそう、CM は見た、うん、CM 見た、え CM、コマーシャル見てる、見てる、もうびっくりしたわ。うん、もう、まあ、びっくりしたわ、もうあれ楽しみ、お母さん。まあな、いつ出てくるか分からんけどな、CM やからな。うん、あそう、母さん、買い物はどうしてんの今、お買い物行ってるよ、一週、金曜日の日に行くね。あー、はいはい。で、1週間分買うてくんね。買う、うん、うん、関西スーパーね。あ、関西スーパー行って、あの、欲しいもん買うてくれてんの、お親父は。まあ、まあな、たまにあるけど、たまにないわ。ないか。うん、何を買うてんのいつも。何って言って、その1週間分のおかず。おかずと、うん、朝はパンやし。パン、お菓子は買う。何のお菓子買うてんの。いろんなん買うで。何おかきとか、うん、あ、おかき、うん、うん、何、うん、もうしょっちゅう感じは。れいちゃん、え、しょっちゅう、あのワインみたいやな。いや、焼酎やりてんの。おいしいわ。あの焼酎おいしいねや。20度な、20度な、うんうんうん、どうすんのこだわりの。ワインみたいやで。ワインみたいな焼酎、そんなんあんねや。うん、いや、ほんまワインみたいで、口持っていたらものすごい美味しいね。いや、お母さん、そんなワイン飲んだことないやんか。ないけど、ワインみたいやで。あ、そう。お父さん、25度やんか。お、25度や言うてた、さっき。ないやん、こだわり、さっきから20度、25度。何を魚に飲んでるの、うん、最近は。あれな。ああ。あのマグロとかな。マグロ。ああ、お父様ね。うん。うん、マグロとかそんな卵、ゆで卵。いや、お父さんと好きやからな。ああ。うん、お母さんはほらいろいろお漬物もあるし、はいはい。いろんなんで。ああ、うん。あ、いろんなんでな。うんうん、うん、うん。そうかそうか。おいしいわ。あれちゃんのあのあれで言うの。ああ、よかった。ああ、よかった。それやって喜んでもらえた。いらんわってよう言うた思ってな。いやいや、そんなもん別に。いらん言うたやん最初。ああ、最初言うた。すぐ言うた。うん、ほんで悪いからな、ああ用意してもらうから森本さんとこにも1本あげて。あ、森本さんとこ。ああ、ほんで先生に、あの、淀川の先生に1本あげて。淀川の先生って怖いわ。それは親父が仲良いとか。お父さんの友達やん。ああ、先生な。うん、先生な、うん、喜んではったわ。あ、そう。淀川の先生って何してはんの。その人な、なんか、もっとあの、うん、子供のなんか野球のなんか教えてはったもん。あ、野球か、少年野球の監督か。うん、先生、先生、なんて名字もあんねんやん、ちゃんと。あんねん、聞いてけへんねん、忘れてん。先生、先生、お父さん、すぐ名字わからんように。なるほど。でもなんかいろいろお礼せないかんでしょ、そんな。そうやん、ほんで、喜んでくれ、うん、いつも用意してくれはんねんやんか。で、なんかお返ししいてたまにな。ああ、ああ、ああ、うん。欲しいもんないかいな。ああ、この間そう、姉ちゃん送ってくれたやつ。ああ、はい、今なんかあれ欲しいのないの、なんか今。ああ誰が。いや、誰がって、そのお母さんでもお父さんでも。お父さんなんかあの欲しいのないかって。お母さん、ああみんな、もうあの子供に、孫に会いたい。会いたいけどな、ああなかなか行かれへんからな、もう。ああ、それだけ。ああ、あ、お父さんは。お父さん、ああちょっと聞いて。お父さん別に何もいらねえ。聞いたりやん。うん、ちょっと強しに変わるわ。うん、もしもし、トイレ行きます。いらん、いらん、何もいらんの、お父さんも。いらんで、お父さんに聞かな。あ、そうか、うん、あとはもう大丈夫、大丈夫、家の方ももうがだいぶ ガタ来てるやろうで。この間、寒くて、あれが水道漏れ、水道が漏れてな。どこの。うちの。うん、台所。台所ベチャベチャ。あらら。ほんで森間さんとかのご主人来てくれはってん、夫婦で。うん。ほんでちょっと水道止めてくれはってな。うん。うん、お母さんと一人やんか、お父さん淀川行ってるし。うん。ほんで電話してきて、言うてきてもって、よし、ほんとご夫婦、あくご夫婦に用意してもってんねやんか。うんうんうん。うん、の水浸しよ。な、治ったん。
直った直った大丈夫直してもって、うん、近所さんに直してまた直してもって。ああ。大変やったで。もうあの台所水びちゃしやんかビッタ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 、うん、だいあの冷蔵庫大丈夫やったあそこ置いてあんので大丈夫冷蔵庫とかそういうのはな、うん、もうあのもうとにかくベランダからの水道の水がすごかったんようわそうなんやほんでお母さん一人やんか、うん、お父さんおらへんしよとか言ってだもうでも、うん、水道止めてちゃんとしてくれはった時にお父さん帰ってきたんや。うんうん。森本のおちゃん、あの御所に飛んできてくれはってな、ご夫婦で。うん。何の話なんなんおばちゃんが、おばちゃん台所拭いてくれてな。ちょっとピッピなんねんな、あれコキがあったの。ピッピ当たりよ。俺、うちコキやから。俺もう大丈夫なんやね、今。うん、もう、おかんの真横にあるから。よかった、よかった、それは。そうやん。記録甘いな。そうそうそう今はそのベランダも落ちるわ、玄関のベランダ森本さんって何でもやっ2回、ピピピピお父さんと帰ろうかおかれかれもういらん買われて買われてないって いつも明日喋られんかもしれんのにもしもしおー、何でもないよあ、わかったわかった切って、切るわ、はいはい、言うて、切って切るわはいはいはい、ほんだはいはいちょっと待ってもしもし忙しそうみたいにしとるけど何にも忙しないな、うん、誕生日やんかうんうんあのネクタ掘ってあげるわ一緒にいや俺うん分かったで、あの違う色でうんうん分かった分かったうん、うん、掘ってあげるわどこにどっか買いに行くのうんあの京阪ああ京阪デパートなうんうん京阪百貨店はいはいそうですこの場あんのにもっと遠いとこ行けよ。まあ、あれであの、うん、またテレビに出たときに。うん、わかった、うん。はいはい。はい、ほんね。うん、はいはい。みんな元気なんでも、天空アポも。あ、元気元気。うんうん、はいはい。はい。わかりました。はい。じゃあな。はいはい。頑張ってな。はい。はい。はい、失礼します。はい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 って言うて、キランとあの、ずっと、はい。はいってずっと言ってるからもう淀川10回ぐらい出てきたな出てきたけど淀川か京阪百貨店しか行ってへんもんねあのぬるいショコラさんワインのような20度の焼酎の銘柄教えてくださいあのワインの味なんかしませんうちのおかんの味覚がおかしいだけですこれはもう申し訳ない本当にもう、まあ、あの安い焼酎ちょっとドロッとしたやつちゃうのいや全然なん全然何も言うなんか違うの飲んでんちゃうかな森本さん何でもややんか声がでかいわでかいね、まあ、まあ元気で何よりで大体このたまにほんまのたまに、まあ、正月とか年末とかぐらいに連絡してあとほんまにこの生配信であの電話するぐらいもね、うん、もうほんまになんかいらんいらん言ってたわいらん言ってた親父はもう何もいらんって何もいらん、うん、もう奥から聞こえてきたからもうああそうなんや、うん、あれおかん何欲しいって何も言ってんかったっけ？あ、何も言ってない。何も言ってんか。言ってなかったような気がするけど。うん、いや、えらい悪とったな。車買うてくれ言うたら。何がおもろいんやろ。なんでやねん言うて、なんでやねん言うてめっちゃ笑ってたよ、ほんまに。面白いんやろな。あ、佐藤さん。佐藤さん。佐藤さん。インドネシアで見てます。佐藤さん。インドネシアで見てます。インドネシアかいな。インドネシアで大阪の森口の会話聞いてる。はい。あれほんまにどこの親もあんな感じなんかな俺らと同世代のいやもっとあのほんま ボケるというかその、うん、ああいうふうに自然に言うてないもんなあれ、うん、だってこれやるからって別に電話するとも言うてへんし私57ってあれ言うてんねやなスッと言うんやな勉強になるな言って57って言うたらあかんねんなあれ置きに行くよみたいな普通に57って言うから面白いやなあれああようできてるわだから勉強になるわそういうのを子供の時から聞いてるからかな俺らもそうそうそ そうあんまり起きに行くことないもんそうなんかなへえこぐなよよへえ出るないやもうストレスでストレスでよう言うてるけど空気がボーンと、ま、いやまあ溜まってるくっさい腸にうちの下の子と同じ匂いしてるうんこのご遠鏡バーガーキングあバーガーキング食べたからって言うたらあれやけどバーガーキング
モリモリ食べた。食べといてよ。50やで。あのハンバーガーこれやめて。ポテトも3本ずつ取る。うわもう元気やな。ストレスでね。どうしてもこ もう吉野家とか。あまあ美味しいけど。うん。同じ匂いしろうちのこと。あのキムチ冷凍のキムチチャーハンも2つ食べる。何で2つも食うの。分からん。ストレスやろ。あれ1個だけで2人前ぐらいあるやろ冷凍のやつって。いや、そんなないんちゃうかな。うそ、食べ過ぎちゃう。それ2つ食べて、その後、うん、なんかまず朝何食べた。何時に起きて、今日朝何時に起きて。今それしか食べてない、まだ。え、バーガーキング。それ何時に食べた。何かおかしいね。いや、バーガーキングなんかめっちゃそうそうないで、店舗あんの、近所に。あるよ、もう一個増えろ、言ってたわバーガーキングが。何がおかしい。めっちゃ臭いやんな。ほんまに。もう、うち親父に言われて、そんな兵したら、もうお前早くそ行ってこいって言って。もうそこまで迎えに来とるわって言ってたやんか、ほんまに。いやいやいや。いや、まあまあ。いやいや、まあまあじゃないよ。いや、肉を欲してんねんな、これ。生きなあかんっていう。なんかあるんちゃう。いや、バーガーキング。閉じこもってるからさ。バーガーキングとポテト、バーガーキング言ったらほんまのあれでしょ、ちゃんとしたハンバーガーでしょ。あのもうガッツリガッツリのやつでしょ、もうなんすごい、もうあの、うん、ウーバーイーツの行列ができてた。あ、みんな取りに。そうそうそう、やっぱりな。そのウーバーイーツがたまる場所があるねんけども、うんうん、そこにもうぎっしり人が、うんうん、俺今日王将行ったけど、王将もウーバーイーツ並んでたわ。そう、すごいよ王将。ウーバーイーツやろうかな。いや、それ前から言うてるけど、あの GoPro 持って、え、うん、GoPro 自転車のとこ、こうつけてやろうかな、うん、それ何、なんか YouTube 上げんの。 YouTube に上げんのよ。YouTuber になってみた。いや、 YouTuber ちゃうわ、Uber Eats になってみた。 Uber Eats やってみたみたいな。やってみてもええけどな。いや、だから1日ぐらい、うちはええで。だからあのなんかやったら YouTube、 ほんまにそんな家で、そんな、いやいや、何もないもん。だって、いや、何もないのがええらしいやんか、ああいうのは。いや、何がどうなるか分からへんらしいな。でもそうそうそう、だから結局あの芸人でも、あのほら、まあ、コンビのやつもやってるし、お互い一人一人でやってるね、もっと緩いやつやってるけど、やっぱりどっかやっぱ芸人やから、やっぱ意識してるやんか。たまに見たりするけど、人の。だから芸人がやっても見えへんちゃうかな。いや、そういうのは。だからほんまにもう普通にやったらええんちゃう。別にいつも草むしてんやろ。いや、そんないつもいつも草、そんな虫、草ずっとむしれるほど草ないもん。ほら、毎日むしれるほどの草ないもん。それも隣の家行かなあかんもん、そんなんなったら。いや、ほら、草むしり、草むしりって、そんな慈善事業みたいになってくるやん。人の家までやってたら。いいやんか、ありがた、ありがたいやんか、他の家の。いや、ほんならまた許可とかいるやん、人の家入って行かなあかんねんの。まあまあ、いや、許可はそら、そら草むしって、もう変な虫出てきたら嫌やしな。てか、あの昔あのカエル出てきたことあんねん。カエル、うん、冬眠中の。ええ迷惑やな、カエルも。カエルもええ迷惑やで。休んでる時に。そう、いや、だからもう。あ、ワッパー食べた。そうです、ワッパー、ワッパー。ワッパーって、あのそのバーガーキングの、うん、ワッパー。何なんそれ。もうハンバーガーの中のハンバーガーっていう味。前アメリカロケ行った時に食べたやろ。食べた、もうあれもうそっくり、あの味に。もうこんなでっかいわ、あーって思う。あの、なんか真ん中に突き刺さってるとか、そんなんはない。あ、そんなんはない。あ、そこまではでかない、うん、いや、若いな、食が。いや、あんまりね、その、ま、得意じゃないのよ、ちっちゃい時ずっと煮物ばっかりやったから。あ、確かに、うん、あの、ファストフードに対する執念は違うもんね。違う、全然違う。もう俺ら、もう、うん、あの二十歳過ぎてからやもん。そう、食べた、あのファーストフードを。そうそうそう、だからもうすごいあんねんな、食べたいっていうのがもう。ある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 。ファーストフード4店舗ぐらい出てくるもん。11時頃になったらポン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 って。何が一番やっぱり好き。やっぱバーガーキング。何がおもろいな、ほんでこれ。バーガーキングがものすごいでかいな。その時々で違うやんか。同じハンバーガーでも、あ、これの雰囲気やな、感じしたやなって、味、あの、そういうのが食べたいなみたいなのが、その日その日によって。とりあえずバーガーキングや、最初。絶対最初の最初に出る。あ、そう。その次モスバーガー。あー、モスバーガーもうまいな。うまいと思ったら、あのマクドナルドもうまい。
マクドナルドも出てくる。で最近あのロッテリアを食べてないの俺。ロッテリアちょっとないんか都内にあんまり。俺の近所じゃない。俺の近所もないね。ロッテリアな。ロッテリアも好きやね。あの絶品チーズバーガー。そう。パンもうまいし。ちょっとほんでちょっとちっちゃいよなと思ってたら、でかいの限定で出たでしょ。で行こうかな思ったけどないね、家の近所に。あ、そうそうないのよロッテリア。ロッテリアも美味しい。で、あとファーストキッチンも出てくるな。あのシャカシャカポテトが食べたくなる時があるから。あるある。あのベーコンがバーン出てるやつガッと食べたいけど、もう肉ばっかりやね。肉。肉な。うん。あともうカレー。カレーか。うん。カレー肉。うん。カレー肉ラーメン。もうぐるぐる回ってるわ。カレー肉ラーメン餃子ぐるぐるもうそれしか頭出てけへんもん。これ他の人は子供の時に大体そういうのは与えられてんねんな。だから俺らの場合ほんまちゃうやんか。恋人ナスのタイタン、ロッテリア行くからお金ちょうだい。もうあかんやんか。あかん、もうそこで終わりやん。終わりです、大根とねイカのタイタン鍋入ったら食っとけそれとかね、そんなんやったからね。高校時代やからね。そう高校時代でそんなことできへんかったから、ほら今もこう青春も取り戻そう思って必死やもん。ファーストフードばっかり、ガンガン、はい、あとあのカマトラね。カマトラな、まあしんどいけどね片付けが。いや、いっぱいほらあれはもう出前のメニューちゃうもんね。しかしやってあのせやけど、あのだしあれ日本一うまいな。めっちゃうまいなあれ。あれもうカラカラやもん、なくなるもん。なくなる。あれうまいわ。僕はお茶あこれもうお茶漬けにはせんへんけどね。あそうなんだ。だしで楽しむから僕は。あはいはいはい、なるほどね。カマトラいろんな何を食うてんのカマトラでメニューは。カマトラの普通のやつ、普通のご飯のやつ。普通のご飯のやつって言うんです。どういうちょっとメニュー。銀シャリ、はあ、普通の皆さん今日はこういう定食みたいになってるの。普通のやつって何。だからほら具が乗ってない。あ乗ってないね。普通の白ご飯。白ご飯と何を頼むの。いや白ご飯についてんねん。そのだしが付属のなんかほらおかずみたいなのが付属やないかな。おかずやから それをね食べる。あ、はいはい、あれやろ。あれない普通のやつ。いやみんな普通の銀シャリやったのね。名前なんか忘れたけど定番メニュー。今日あこういうのもあんのか。あんねん。唐揚げ うどんもあんねん。なんでもあるやん。茶碗蒸しの中うどん入ってる。茶碗蒸しの中にうどんが入ってる。うまいねこれ。いやほんま今日皆さんどうですか、カマトラ。あすんごいこんなカーブ切ってんじゃん。ドド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 って言ったらもう来てますから。いや今多分頼んだ40分後ぐらいに来るんちゃうかな。カマトラっていつも狭い道すごいカーブしてるイメージあるわ。カマトラなんかウーバーイーツやってないやろね。やってないやろな、もうバイクで来るか、あこのどっちや、左か右か。あなるほど。あはい、それやな。それお茶漬けなんやそもそも。そうかけてへんやろ。美味しいんやこれが。1500円。あのだしなポットみたいなの入ってくる。あ、うせえやん。カマトラ？あ、そう。知らんのカマトラ。カマトラだから釜飯屋ですよ。要は。今ちゃっちゃと調べてみてください。この会社お寿司もやってんね。はい。銀の皿やったかな。同じグループなの。グループやったと思う。間違ってたらあれやけど。こういうの喜ぶよね。今もそんな外出られんし、やっぱりそうや、ね、こういうテイクアウトの、ね、出前とかやっぱりみんなうまい ね頼むやろうからね。やっぱりそういうの多くなるもんな。どうしても俺やっぱおかん好きそうやねんな、これおかず見てたら。あうちのおかんがさっきの魚のほれ、煮たやつよう。ちっちゃい魚つくだにでもないやつな。でもないやつ。はいはいはい。そやん、銀の皿な。銀の皿か。あ、そのグループですか。寿司上等って何やろ。それ知らんわ。寿司もね、うまい。寿司なんかもうね、なんでもうまいよ、ほんまに。今ようできてるもんな。うん、ほんまに
ようできてる。いろんな。カマトラのあのあれ二段になってもラップぐるぐる巻きで。あ、くるね。くるんですよ。外せる前と外してみぐらいラップしてるもんね。そう。さあこれだけのものを、まあ、今見てる人は分かると思いますけど、これだけのものを出前にしよう思ったら、うん、結構大変やで。これにしては値段安いな。カマトラ来るたんび俺ここでバイト要請はっていつも思うわ。量が多い、量すごい量来るから、ほんまに量が多い、うんうん、なんかねそういう美味しいのがあればね、うん、ブラジャーしてるように見える私が。そあもうあのたるんできてんねやわ、ここが、うん。いやまあブラジャーしてたらしてたで言うしね。あのほんまにブラジャーしてるように見える。気のせいかな、ミモさんですか、気のせいかなじゃなしに。してたら見せるし、恥ずかしくもないから。タンクトップ着れるんだろう、タンクトップ、タンクトップ、そうそうそう、タンクトップね、タンクトップ着てるから、うん、そう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 です、垂れてきてんねんな、うん、いやそりゃまあ垂れるわ、しょうがないですわ、うん、カマトラ、うん、あとは何頼む、うん、出前はいつも俺出前じゃない、取りに行くのよ。なんで、暇やから。ああ、もうその取りに行くまでも、うん、もうそうそう、あれできるから、運転できるから、運転できるし、 あのよくでシートベルトして、シートもちろん当たり前です、あの食材にするよ、多く買った時ね、バーン行くからカーブでするよ、こうやって、あれこうやってなんかさ赤ちゃん乗してるみたいな、そうそう、大事に大事にしてな、あ赤ちゃんより大事にするかもしれない、ね、やっとな、難しいよなあれ、難しい、多めに買った時はそうやね、シートベルトせんとちょっと怖い時あるわね、助手席にポンって乗せてね、ほいであれ、うん、やっとシートベルトして、うん、ほら、うん、今日でもなんかワッパーなんだね、まあ、ハンバーガーだポテトだ、はい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 、ぐーっとしてるけどあれ、うん、取る時にさ、うん、車家ついて、うん、取る時がこの、うん、なんちゅうのかあれ何やったっけ、こう肘掛けみたいな、違う違う、こう何、これ何やったっけ、シフトレバー、シフトレバーに引っかかんねん。バーンってもう全部車の中にもうポテトとかこうピーンってもう何やってん、ああ何やってん、シートベルトと思って慌てんねんね、慌て、腹減ってるから、腹減ってるから、情けない、情けないね。あの多分業界の人知ってると思うけど、金兵衛のお弁当ってあるでしょ、二段重ねの金兵衛、 あれをあの金兵衛の店舗を調べて、うん、代々木上原とかね、あんねん、ほんであと八重洲にもあんのよ、で八重洲2軒あんねん、八重洲と日本橋かどっかに、で俺はあの八重洲の方がやったから、それ何して予約せなあかんの、一応やっぱりあの人気のやつは一応電話一本入れてからすぐなくなるねん、ほんまに金兵衛取りに行くの、取りに行く、でそのまま店舗やからあれ結構売ってんのよ、あんのはあんの、結構外れやすくなってるやろ、何が蓋が外れやすい、うんうん、あれもシートベルト、金兵衛 あれはせえへんか、あれ大丈夫か、金兵衛はね結構しっかりしてるから、あそう、うん、あ金兵衛取りに行けんねや、そう、今日俺王将はシートベルトしたわやっぱり、あ王将いた、王将いた、うん、シートベルトした、うん、そうそう、ほんであの銀シャリのうなぎのサインがあったわ、あ昨日出てたもんね、99人の壁に、そう、めちゃくちゃ好きみたいな、そうそう、うん、あんまり何人かしか持ってないカード持ってんやろ、あれゴールドカードやったっけ、なんかねえ、ほんまに久々のことやっぱうまかったけどね、王将も吉野家なんか絶対シートベルトせなあかんかね、あ味噌汁なんか一緒に、ああもうあれは危ないよちゃんとしとかな、せやからもう中でもうパカってなってる時あるから食べるけどね。そうす、食べんねんけど、吉野家も今あの小盛りいうの出てて、はい、ちょうどええ大きさのやつ出てんねん、普通よりちょっと小さいサイズの、はいはい、波より小さいってやつ、うん、うん、波やって、うん、大盛りやって特盛りあるやんか、あるある、うん、でこの特盛りがなん、うんうん、あんまり出えへんねんて、はあはあ、どうしようってなった時小盛りやってみようって、これがもう大当たりで、あそうなんよ、うん、あそう、あちっちゃいのに大当たり、おいや、おやないおやないあ結構食べやすいかもしれない、 そっちの方が、女の人なんか
あ、いいよね。あ、ちょっと量多いと思うね。うん、波でも多いやろな、女の人やったら。うん、で小盛りと、帰りコンビニでどん兵衛がなんか買ったらもう完璧やろね。あ、ちっちゃいどん兵衛。ちっちゃいどん兵衛。ちっちゃいどん兵衛な。どん兵衛。あら、美味しいな。いや、どん兵衛もそうやけど、ようなりすぎたな。うまい、うまいけど。あ、なんだ、関西と関東ちゃうねんな、味。味違う、わか、うん。そうそうそう、味。ようなりすぎた。麺やろ、麺か。麺とね、あのね、つゆが粉末やなくなったのよ。うん、せやん。って、あの、僕はどん兵衛のそばが好きなんやけど、あの、おつゆなのよ。入れるのが。あ、違うわ。違うやろ。違うわ。俺なんかどうしても緑のタヌキの方行ってもらうね。あっちは相変わらずの粉末やからまだ。あ、もうそっちに行ってもだよ。そうそうそう。あの粉末がええのに。そう、粉末がええ。麺も良くなってんの。それええことやねんけど。俺らが頭おかしいだけやねんけど。いや、ほんまにせやねん。あ、そうか。麺もね、もうつるっと、ほんまに本格的な麺になってもらう。いやいや、本格的じゃないからええねんけどな。そう。あ、いや、うん、ね。も我々は僕らはですよ、僕らはそれを求めてるわけじゃない、その完璧を。それやったら店で食べます。そうやな、うん、あ、そうなんや。そう、最近食べてんか、ね、見てなかったけど、なかなかね、カップ麺っていうのも、でもやっぱこういう風なあの状態になってからやもんね。もう一回なんかコンビニのカップ麺とか食うよ。今あのチャーハンラーメンって売ってんの？って、あ、北海道だけあるんじゃん、あれ。あれ北海道でしょ、もともとラーメン、焼きそばチャーハンとか、焼きそばのお湯でチャーハンをふやかすやつ。あったね。あるよ、あるよ。あれ二段になってて。なってんの、あったと、昔。昔。でも発祥は北海道のはずやね。あ、そう。うん。で、セイコーマートかどっか行ったら北海道のコンビニ。ああ、北海道か。セイコーマートというコンビニがもう有名やから、そこで多分売ってるはずやけどね。北海道で売ってるやつが、焼きそばの汁捨てたやつを、うんうんうん、スープのやつは。それ、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 それや。うん、あ、それか。確かに昔は焼きそばのやつもありますよ。そう、あ、焼きそばの油を利用して、うん、利用してな、スープを作るという、あれ画期的やってんけど、無駄がないやつね。あれ、スガキヤはもうこっちないもんね。あ、スガキヤは、うん、まあ、あの、ね、嫁の実家の近所のイトーヨーカドーの中には入ってる、スガキヤ。みんな撤退するからな。スガキヤ あのインスタント麺も、あの名古屋の伊藤洋華堂行きは売っとる。あ、でもやっぱちゃうねんな。まあそれはやっぱりあそこでね、そこで食わんと、あのスプーンが、スプーンとフォークと一緒に合体したやつ、合体したやつな、先が、うん、こう、そこ、ね、めんどくさい、もうスプーン、ここがね、こう先割れ、先割れのやつでね、こう食べる。そうか、昔あったのな、俺らの時ね、子供の時に。東京はない、ないね、名古屋やね、あれ。名古屋か。名古屋と、うん、ああ、うん、このスガキ屋のインスタントやけど、あのスガキ屋の味噌煮込みがうまいね。何ちゃんって言うんやったっけな、この子。スガキ屋の、あ、キャラクター。このキャラクター覚えてるわ。これ漫才師やったらおもろないタイプの漫才師やな、これ。それよったやら80年代にこの。それええやん、別に。いや、今思ったこと言うただけで。いや、ほんま、そう、なんか、そう、このキャラクター。そういうのないねんな。うん。スガキヤ。スーちゃん。スガキヤスーちゃん。あ、そのままや。スーちゃんね。ここ、うん。うん、渡辺か。あ、あ、カリンちゃんや。あ、カリンちゃん。あ、渡辺カリンちゃん。気づいてこの間。カリンちゃん、うん。すっごい褒めてたよ、さんまさんが。え、うせやん。ほんま。この間行った時に夢叶えたろかスペシャル、そう、さんまさん、玉尾さんとね、夢叶えたろかスペシャルの、そうそうそう、この間そうそう、今聞こえてたってさっき、これ絶対言わなあかんで、あ、番組タイトルね、これ絶対言わなあかんね、さんま玉尾の夢叶えたろかスペシャルでね、で我々と一緒にやってた、はい、女の子、そう、渡辺かりんちゃんね、その子が 今これこの、生配信を見て送っ、あの、何がめんどくさいやろな。それが仕事やん。全部叶えたろかがめんどくさいやろな、多分言うの、その番組タイトル。さんまさんと玉尾さんのじゃ分からへんもんね。夢叶えたろかスペシャル。そう、さんまさんがすごい褒めてた。あの、褒めてた。うん。すごいやないか、言って。あの、これ、工場委員会あったでしょ、うん、あの、挨拶しに行った時にその話。いきなりやん、コンコンで楽屋入ったら、さんまさん、うん、しないと言って、いきなりやん、いきなり
それも良くないけど実績言うそれ良くないんちゃういきなり言うのいきなりそうやね挨拶 も関係なしいきなりやもうユダも好きもないねあの人すごいなで実績言うて実績言うてほんでやな言うて本題に入る普通の会話やねこれへえ、うん、でちゃんもう ああいう子がいてて俺は安心したって言ったなんでいやこの時代にお前らやでって確かにな俺もそこがずっと引っかかってんねんけど俺はなほんまにな安心したんやって大きい声で言ってあったへー、うん、よかっただからカリンちゃんほんまにあのカリンちゃんほんまにね僕らも思ってたけどもう何も教えることなかったもんねなかったなかったほんまあれあの3回ぐらいしか合わせてない合わせてない、うん、そうそうほんまにいやね、カニちゃんも言ってたけど同級生はみんな BTS だのなんなんねやっぱりみんなアイドルや言うてんのにその中でもね我々とねやっぱこういうね中学生の子が今この中学期の生配信見てへんよ普通あれ映ってなかったですけどね、うん、カニちゃんのお父さんが来てたんですよあ来てました後ろにこんな椅子座ってそらもね保護者来てお父さんずっとこんなやったよもうはよ帰りたいロケがね盛り上がれば盛り上がるほどお父さんの首は下がっていくっていうねYouTube 見せるんじゃなかったってね言ってましたね、うん、お父さんは言ってたらしいですけど、まあ、僕らもあの親ですからね思いますけどやっぱ親やったら心配するよなそらいやそら怖いわ、うん、ほんまにでもあのカリンちゃんの将来の夢は学校の先生あ先生いい先生になるんちゃう、うん、ほんまにでもカリンちゃんもしかしたらまた変わるかもしれんよ学校の先生じゃなくてもう俺らのことなんかもう、うんはい、押し入れの奥行ってたしてねもう思い出でねいやもうそれは当たり前やんそんなもうあともうで俺らもそうやんジャッキー・チェン好きやったけども、はい、全然もう、うん、そうもう押し入れの後ろ裏行ってたやんか行ってたで三郎四郎さん大好きやってサインもらいに行ったけどそのサインなんかもうな勉強机のなんかもう奥の方に俺曲がってたよ俺曲がってたよそんな前やなでもほんまにまあすごいですよね、うん、本当にね、うん、ああいう物おじしないっていうかだからあのすごい子になるすごい人になると思いますうん本当立派やと思うよあんだけ自分の意見言うたりとかね俺ら無理でしょあんな年に今振り返ってみたらいや喋られへんからね、うん、まず、うんうん、好きや好きや言うてもね、うん、お父さんが緊張してた、うん、あカリンだね、うん、ずっともうカリンちゃんだけとのやり取りになってますよ今ありがとうございます、ね、本当に、ね、学校の先生か今少ないもんね学校の先生もやっぱりお仕事的にはやっぱりそう、ね、なる人が少ないね、うんうんうん、ありがとうございますありがとうございますかりんちゃんね本当にまた機会があればねこういうご時世ですけど、うんうん、高校生活の思い出が先から、ねああ来てんねやずっといやだからさっきハンバーガーの話したでしょもうハンバーガーも買いに行かれへんからああ我々もうあのずっと、うん、あのラグビーやってましたから 僕なんか特にもう、ね、ああはい、うん、全然もう記憶ないわ楽しかったっていうないなうん学生あと夜10時から、はい、あのパチンコ屋のバイトしてましたから僕やってたな清掃はいやってたよな朝新聞配達でしょほぼ寝てないですもん一番忙しかった一番忙しかったなあ思い出ないねんなみんなで旅行行ったとかないな行ってないもんな、ね、家族旅行なんかも行ってないもんね僕らもそんなも中学校入って高校ぐらいになったら僕らの時は、うん、軽井沢旅行が流行ってたよほうほう高校生高校の時夏休みとかみんなで行く言うてほうほうほんほん行かれへんやん行かれへんラグビーあるしそうあるしな修学旅行も4泊5日やったけど、うん、3泊4日にされたから大会があるからあはいはい、はい、1日早めに向こうで何してたのその試合前に修学旅行先でひどいで何がひどい、うん、スキー場でスクラムやねスクラムとランパスあ知らんかもう今ランパスやねんあボール持って走るやつねあのずっと往復 朝4時に起きて修学旅行毎日うわあ
それであれか、あの修学旅行の時のスナップ写真、あの同級生と撮ってるけど一人だけあのほんまにジャージ着て写ってる。そうそうそう、練習朝4時起きて雪山で練習やってから朝食そんなもう修学旅行ちゃうもんね。スキーやからね、ほんで修学旅行言うてもずっと雪の上やったよ。もうなんかすごい。あ、まあどっちもどっちですけど ね、別にそのどっちがいい悪いじゃないですけど。ゆかさん、アメリカ西海岸からです、午前2時です。うわ、もう早寝た方がええで。ほんまな、何があるか分からない。西海岸ってどっちに、こっちから、ロサンゼルスの方ですね。ロス、カリフォルニア州。あ、行ったな。行ったよ。なんかね、ロサンゼルスからどこやったっけ。ニューメキシコやった。ニューメキシコ州。そう、車でな、ずっと車、そう、行った行った。うわ、あのロケはもうしんどかったな。なんかニューメキシコにある白い砂のホワイトサンズ、あ、ホワイトサンズか、に行くみたいな。なんでこの季節に白いと思います、うん、言うてな、言われて行っても知ってんねんけど。そうね、知らんふりしてね。知らんふりして行ったわ、白い砂や言うて。それであれもっとすごかったんが、藤原さんもその番組一緒で、藤原さんはニューヨークからロサンゼルスバスの旅やったんや。うわー、そう。それで原西さんがもうアメリカ人ってなんでも笑いよなあいつら言って、平行じゃだけで笑うとんねんとか言って、なんかそんな言うてた。あ、言ってたっけ。ずっとバス乗って、うーわー、思い出すわ。辛かったな。辛かったね、あれもほんまに。あ、ジェットコースターロマンスさん、千恵さん、無印良品の家具や小物類でおすすめありますか。無印、無印良品、無印、あの棚、うんうん、あのいろんなサイズで組み立ててくれるから、こういうこういうの、はあはあはあ、お無印の人がやってくれんねん。あ、そんなサービス測ってくれて。それお金取られ、取られない。もちろんあ、だからこの幅もやってくれるよ、無印相談窓口行ったら。この、その家の寸法、うん、家の寸法と来てくれんの、家に。ほんで設計図作ってくれて、はいはいはい、家来てガシャガシャやってくれるよ、こういう感じ。あ、そうね、うん、いや、あの、もうどう終わってもいい、こう、自分の好きなように、好きなようにね、うん、うん、ま、付け足したり減らしたり、はい、増やしたり。おすすめなんかもっと手短なやつの方がいいんですけど、その棚とかじゃなしに。え、なんで棚あかん。いや、別にあかんことはないんやけど、うん、あ、カレー、カレー、レトルト、おいしい、おいしい。俺店来てんのかなと思うな。いや別にこんなにしてんで、こんなにしてんでええねんて。おいしい。昔の芸人さんみたいに、そこも、ね、あ、化粧水とかもええの置いてるしね。あ、そうね、うん、無印はあの有明にね、あの日本最大の無印、あ、できたやろ。できた、そうそう、あのほら中、うん、なんか甘いいちごジャムみたいなのやつ、なんやったっけあれ、クッキーの、あ、ある、うん、こうで真ん中にもう一個丸あって、そこにジャムみたいな。ジャムあれうまいね。あの無印のあれうまい。ルミネでもうあれ2袋食べたことあるもん、一回。そんな食うねんな、だから。うまいなあ言うて。小学校の時1個も食えんかったのにな。あ、畳の上で食べたわ。うん、あれも美味しいですよ。あ、そうか。あ、もうね、控えめやもんね、無印の店員さんって。いいですよ ね、カカオシュトゥーベが見えてるっていうね。どれやろ、どれのことやろ。カカオシュトゥーベの袋見えた、これ絶対おいしいやつ言ったって開けられへんねんね、俺もらわれへんから。いや、いいっすよ、これ、それやって、それうまいんちゃう、ちょっと食べようや、これ。うぶきそう、何何何何、食べようやって、もうほんまに目がない顔してるよな。日本見てみようや。開けて、チョコレートと、うん、うわぁ、え、何、どういうことやの、はい、もう老眼で見えへん。こうやっておかん、おかんがもうこうやってた、おとんがもうやってもな、うん、こうやってネスカフェのコーヒー絶妙のあのコンビやな、やっぱり。いやいや、あの夫婦な。どうしたんお父さん、何それ、何送られてきた言って。いや、その生き方やめてくれて、ほんまに。お母さん何やそれ、これなんかあれらしいよ、美味しいらしいわ。何や、何や、もう絵に負けてるんやな。なんて
これ直やないかい。いや、中なんかバームクーヘンみたいになってる。もういや、これここそっくりや。そっくり、うちの親父。親子やか当たり前やけど、年って似てくるって嫌やね、あれ、見えてくんの。古いポット。背の高いポット、古い。今こんなちっちゃい低いのに。背の高いポット、まだあるわ。あの、電気も何ももう、通さへんやつやろ、ポット。そう安いやつな、昔の。安いの。これ、ハサミないかな、なんか。いや、切るとこあるはずやね。いや、ない。あるやんか、ごめん。ここあった。あったあったあった。あ、除菌やん。頼むわ。うん、出しすぎやな、アホみたいに。いや、結構つけんで、俺。ほんだ、今度これ、あの、すべてこれ切れへんようなんね。乾かすまで待っとかな。切れたわ。うわこれ絶対うまいわ、はい、これもう食べんでも分かるもん、ね、食べな分からんけど、うん、それいつも言うけど小さい頃食べるや。うわうわもう絶対うまいわ。昔はこれやったら怒られたな。あうちは怒られた。似合うなって言ってあれなんで怒ったんやろ。いやあれやっぱやらしい。あれ匂うな。やっぱええことよく見るよねテレビでも、うん、やってる食べる前に匂うやつあかん、ね、あかんかあれ行儀悪いわあれ匂うのは。うわちょあのカリッてしてチョコがうまい。で中のスポンジがふわっとしてこれでやられんな口の中。あこれはうまい。チョコがもうチョコがうまいからうまい。俺らが食ってた時みたいな。だからもう最悪ここは中何でもうまいと思うよ多分ほんまほんまチョコがうますぎるから別にもう何もなくても美味しいかもしれない。これやからうまいんちゃうの。いやチョコがうまいから基本な中これあれ基本がよくできてるからなんか消しゴムでもうまいこと中消し、うん、言い過ぎやな言い過ぎやけど、美味しいわこれ、うんうん、あうんええー、甘さや、うん、上品な甘さ。うわ、もう7時半やん。あ、さよなら気づかへんかった。うん、うん、うまっ。あ、美味しいこれ。これは濃いコーヒー飲みたいな。飲みや勝手にちゃうあいつも飲んだらええがない。おいしい。あ、美味しいですね。このサイズがいいわ。あ、いいですね。この間花丸大吉さんも言ってたけど、うん、もう大きいのが無理でしょう。はいはい無理。自分が思ってる半分に切ってくれんとな。そう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 。唐揚げなんかでもせえへんね。半分切ってくれほしいよね。半分ってええやな。焼肉もあれ半分そぎ切りにしてほしいぐらいちょっと大きいね。そう、うん、ね、もう単勝も食べるのしんどいでかいでしょ。もう単勝も半分がいいから、ね、ちょっとやっぱ小さめにやってもた方がね、うん、ありがたいですけども、うん、あ、それ秋元出てたね。見たよ。あの何ていう題だっけ。ノンスタイル井上が出てるやつや、ね、井上君と。そう金曜日のソロたちや。あ、見ました。画期的な番組やった。あれ一人暮らしの家を覗き見するみたいなね。え、私のマネージャーするのは大変ですよみたいな。あれ考えてた。オチ、うん、あ、オチな。あれ、いや、あれよかった。あれよかったんちゃう。よかったな。いや、ほんまになんかあ、みたいな感じになった。ドキッとしたわ。あれはすごい、ね、うん、ね、再放送あんねや。火曜日の深夜またあのやりますんで、見てない人はね、あのそちらの方見ていただいて、うん、ね、あんな気ぃ使ってくれたよね。俺は頻尿やからね、あんま収録ちょっともうちょっと短めでもいいですかみたいな。めっちゃなんかめっちゃ恥ずかしかったけど。え、あれって、うん、孫がおじいちゃんに言うやつやからな。うちのおじいちゃん、あのフードコートでよう聞くやつやな、あれ。おじいちゃんトイレ近いからこっちにしようって。こっちにしようって。いや、俺こっちがええわ。こっ
こっちで食べたいわってどうせトイレ行くやんか、トイレ行くやん、おじいちゃんこっちにしよう、トイレ近いとこでで渋々行くやつやな、そうあれと一緒のことされてるわまあ良かったですけどね、あのああいう風にいじってくれるの嬉しいな、まあね、うん、頭おかしいけどね、あんな風にしてくれた方がいいみたいな、そう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 、ね、さあもう終わりましょうか、終わりますか、終わりましょう、もうね時間です、はい、もう時間きっちり大丈夫かな、もうはい大丈夫ですね、何もないですよね、はい、はい、じゃあそれでは、また次いつになるか分かりませんけども、今日も実際本当はなんか営業が入ってたんやったっけ、あそう違うかったっけね、熊本県の営業に行く予定でしたけども、やっぱこういうご時世でやっぱイベントごともなくなりますんで、あのまた本当にあのなんで5時7時まで8時までやったらできるやろ熊本だろうが、いやそれはその主催者の、あの判断にもよりますんでね、でも決まってたんやろはい、めんどくさい芸人なくなったもなくなったのっていう話で、まあそれはもうねもうしょうがないこのご時世ですから、だからポンとまた時間が空いた時にあのこういう形でまた、はい、あの皆さんにねあのお会いできたらなと思います。あと YouTube の我々の登録者数が58万6千人ということでありがとうございます。どうなんですかそれは、すごいんですかね、いやもうそれはもう58万って考えてやる、それはもうねそんだけの人が見てくれてるだけでも十分ですよ、いや十分十分です、ね、そのあと今日あの BS の富士、BS のやってBS の富士やってBS 富士で、はい、10時から、はい、夜10時から我々 の、 ああ中川家とコント番組やってますんでね、あと、ま、あの、うん、マネージャーの秋元も YouTube やってるんで、あやってんだよね今、どんなもん527人登録者数、527人、あダニエルズぐらいダニエルズも見てくださいね本当に本当ほんまやね、な、何それ、いやほら大きい声出したから、なんで大きい声出すんだ、あごめんみんな好きで見てんのに、見てるダニエルズね、もうよろしくお願いします、なんで大きい声出すのって、それではさよなら、なんで大きい声出すののダニエルズ、ダニエルズまた、どこかでまたお告知はちゃんとしますんで、はい、またお会いしましょう、さよなら、さよなら。